では、こちらへ。クベールさん、ベラの人たちはサプレッサーをつけなくていいの？ここのオベリスクは大厄災による損傷が激しくて、オムニアムを安定供給できない。そこで前任のオフィサーがオムニアム放射線への人体の抵抗力を高める技術を開発した。ここ数年ベラ地区ではオムニアム放射線が消滅しつつある。もう補助装置を使わずに生きていけるんだ。あれがベラオベリスクだ。ミラポリスはあれを中心に建設された。あれはリンヤさん。彼女はベラ中の若者のアイドルだ。先日もたった一人で強大なアブサントを倒したんだからね。ほら、あそこが第7地区の本部だ。二人にもユリン様との。リンヤさん、元気そうじゃない。セシリ、偶然ね。またまた偶然のふりなんかしちゃって。クベールから話は聞いた。私に用があるんでしょ。そうじゃなかったらとっくに帰ってたわよ。わざわざ待っててくれたのね。ありがとう。みんなの愛するリンヤさんに頼み事をされて断れると思う？たださ、今日は本当なら休みなのよ。働けって言われてもね。少し気を使ってもらえると嬉しいんだけどな。そうね。オアシスの最上階個室、ディナー券でどう？うん、あそこの料理は確かに美味しいけど、どうもね。10枚、今月いっぱいは楽しめると思うわよ。交渉成立。それで、私に頼みって？第9地区からのお客さんが、ミアという AI サーバントを連れてきたの。その子の言語モジュールに問題があるのだけれど、見てもらえない？お？第9地区から来た AI サーバント？どこどこ？ミア、ストロベリークリームのドーナツは嫌い？ビクトリアケーキは？あと洋梨のプリンでしょ？マロンチョコロールでしょ？マロヌ、チョコニ、ロール。あら、お子ちゃまたち楽しそうね。セシリーさん、本当にミアを直してくれるの？言語モジュールね。やってはみるけど、ミアみたいな子を見るのは初めてなのよ。まずは基本的なチェックをさせてね。セシリーは優秀な整備士よ。ミアは安心して彼女に任せて。私たちは先にユリン様のところへ行きましょう。安心して、さっさと行ってらっしゃい。よく来たね。私は第7地区のオフィサーユリンだ。ジークの件はオフィサーエルリックから聞いている。部下にミラポリスの通行記録を調べさせたが、ジークに関する情報はなかった。彼が本当にベラ地区に来ているとすれば、我々との接触を避けている可能性がある。ユリン様、ジークはアブサントのテリトリーに閉じ込められているのでは？その可能性は私も考えてはみた。
だがもしそうなら、おそらくアブさんとのテリトリーというのは、ハイパーアブさんとは自身の周囲の狭い範囲に時空の異常を生じさせることができる。我々はそれをテリトリーと呼んでいる。奴らはその能力を使って現実空間を高速で移動する。ジークがテリトリーに閉じ込められているとすれば、探し出すのは至難の業だ。どうぞこちらへ。この培養層の生物サンプルは、撃破したハイパーアブさんとの体内から取得したクリスタルポーラーと呼ばれるものだ。クリスタルポーラーはアブさんとのテリトリー能力の要であり、それぞれ異なる特性を持っている。それゆえアブさんとのテリトリー能力にもやや違いがある。こうしたサンプルは非常に貴重だ。クリスタルポーラーの研究によって、我々はアブさんとの特性やテリトリー能力を解明し、奴らと同じような空間掌握力すら獲得できるかもしれない。だがクリスタルポーラーはアブさんと本体から離れると徐々に不活性化する。この3つのクリスタルポーラーはもうこれ以上研究する価値はない。研究を完成させるにはさらにサンプルが必要だ。そうした特殊構造を形成できるのは強大なハイパーアブサントだけ。でも今の私たちにはターゲットの位置を特定する有効な手段がない。撃破なんて夢のまた夢よ。何か手伝えることはある？オフィサーエルリックが最新の空間観測技術を提供してくださった。それをどうアブサントの観測に活用するかはユリン様が目下検討中よ。私は特別チームを編成して探知したアブサントの位置特定と捕獲、一掃を担当する予定。二人にも仲間になってほしい。アブサントの研究が終わればジークを発見できる日もそう遠くはないはず。リンヤ、君の仕事ぶりは私も高く評価している。だが遠方からいらしたお客様はアブサントの特性をご存じない。狩りへの参加は慎重に判断した方がいい。わかりました、ユリン様。ではエクセキューターとシャーリーさんは君に任せる。ミラポリス内での生活環境を一刻も早く整えて差し上げろ。ご安心ください、その件はすでに手配済みです。今日は疲れたでしょうから、しっかり休んで。さあ行きましょう。ミアの様子を見たらホテルに案内するわ。ミア、真似してみて。あーあー、私はミア、私はミア。あれ、そんなに大した問題じゃないかも。もっと複雑なのを試してみようか。ミア、こう言ってみて。セシリー、シャーリー、セシリー、シャーリー、シャーリー、セシリー、シャーリー。セシリー、シャーリー、セ、シ。セシリーさん、それは難しすぎる。セシリー、ミアの問題は解決した？ミアみたいなタイプの AI サーバントにはあんまり詳しくないけど、私たちが普段使ってる AI ドロイドと大差ないはず。だから、まあ大丈夫よ。
ミアは私に任せて。しっかり可愛がってあげるから。ん？心配はご無用。進展があれば真っ先に知らせるから安心して。環境や気候にはもう慣れたかしら。アーシャ大陸にはこれほど広大な砂漠はないそうね。ただただびっくりしてる。乾燥した砂漠地帯でこんなに大きな町が正常に機能してるなんて思わなかった。ミラポリスの資源回収システムはよくできているから、飲料水、食べ物、エネルギーは全て緻密な計算をもとに全市民に行き渡るように配給される。20年前、科学者たちはより良い生活環境を求めて大規模な環境改善に着手した。その試みが成功するかと思われた時に、アブサントが全てを台無しにした。アブサントが砂漠の環境をめちゃくちゃにしたの？アブサントが地表のエコロジカルステーションを次々に破壊したせいで、環境改造計画は中止に追い込まれた。生態系が深刻なダメージを受けて、状況は以前にも増して悪化した。ここの人たちも大変な思いをしてきたんだね。ミラポリスの公文書館には歴史関係の記録がいろいろ残っている。興味があるなら行ってみるといいわ。ちょうどこの町の歴史を知りたいと思っていたの。一緒に行ってみない？うん、行こう。ここがミラポリス公文書館よ。館内に並んでいる展示物を見ればこの土地の歴史がもっと理解できると思うわ。リンヤさんは一緒に来ないの？ごめんなさい、さっき本部から連絡があって急ぎで遠隔処理しなくてはならない仕事ができたの。しばらく席を外すわね。自由に見ていて。私は仕事が終わったらここで待っているから。この展示物、初めて過去の出来事を詳しく知ったわ。アイダの子にいた時、昔の話は聞いた覚えがある。でもこうやって目の前に並んでるものを見ると全く違う感情が生まれた。いつかみんなが苦しみから解放されて、この星がにぎわいを取り戻せるといいな。まだ先は長いね。うん、私たちがやるべきことはまだたくさんある。この町の人たちを窮地から救って兄さんを見つけ出す。まだ展示を見たい？
もう十分なら凛也さんのところに戻ろう。見学は終わったの？いろいろ勉強になった。この町とアーシャ大陸は昔同じ世界に存在したんだね。懐かしいような、そうでもないような、不思議な感じがした。前にセミールさんから聞いたわ。あなたたちの町には高い山と海、それに氷河や雪原があるんですってね。でも私みたいにミラポリスで生まれた人間は、鉄とネオン、一面の砂漠とゴツゴツした岩しか知らない。いつか厄介事が全部片付いたら、アーシャ大陸に行ってこの目でそういう美しい景色を見てみたい。絶対に来てね、待ってる。これは招待と受け取っていいかしら？じゃあ約束ね。うん、約束。長期滞在のための手続きをしているから少し待っていて。リンヤさん、ありがとう。いいえ、私もまだしばらくミラポリスにいるから、二人が早く町に馴染めるようにお手伝いするわ。なんといっても範囲機種の撃退は重労働だから。ラビー、あまり遠くに行かないで。リンヤさんはラビーをとても大事に思ってるのね。ラビーはある人が臨終の間際に私に託した子よ。あの子を守るって約束したの。大切にしたい人がいる。その点では私たち似た者同士ね。